h t t p s w w w d a n i e l w e l i n g t o n c o m スラッシュ jp スラッシュダニエルウェリントンもしくはダニエルウェリントンは2011年に創設されたスウェーデンの時計及びアクセサリーメーカー。日本では大阪府に本社を置く株式会社ビヨンクールが総代理店を務めている。 金属製メッシュベルトモデルの DW、クラシックプティシンプルな構成が特徴の腕時計を中心に事業を展開するブランドであり、主力商品の腕時計は、ムーブメントは、シチズンミヨタ製で、ベルトやブレスレット部分の製造と、組み立ては中国で行われており、スウェーデンの時計メーカーではあるものの、スウェーデン製というわけではない。創業者であるフィリップ・タイサンダーは旅行中に、 イギリス人男性のダニエル・ウェリントンと出会い、ウェリントンがナトーストラップと組み合わせたヴィンテージの腕時計をしていたことに触発され、時計メーカーを立ち上げたという。会社名のダニエル・ウェリントンは、このイギリス人男性の名前であるダニエル・ウェリントンに、ちなむ。ダニエル・ウェリントンのエンブレムはダニエルを表す、鏡文字の D とウェリントンの W を組み合わせたもので、ある。また、 腕時計のデザインの特徴として、エンブレムの下に、社名のダニエル・ウェリントンが加わるのみで、ムーブメント表記や、防水表記などが、文字盤にはない、シンプルな表示構成となっている。このほか、外装の特徴として、一般的に腕時計は、本体は共通のものに比較もしくは布製のベルト、ストラップとメタルブレスと呼ばれる、金属製の連結式ベルトで構成された。 ブレスレットの二通りがラインアップされることが通例であるが同社の腕時計製品には基本的にメタルブレス設定がなくほとんどのモデルでナトーストラップもしくは革ベルトのみの仕様となっている。ありがとうございます。